お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。やっほー。なんかないかなーって。コメント、ここのさ、ここ何、なんかないかなーと思って。なんか言っといた方がいいかなと思ったから、タマだけにしときました。おお、立川のコンサート当たったようだって。お、イエーイ、ありがとうございます。やったね、会えるね。見たよ、かわいいミミューさんだ。そう、ありがとう。かわいいって言ってくれて嬉しい。サンタさんだぞ。あ、珍しいよね、なんか白サンタ。なんかミューたちってあんまりちゃんとしたサンタをしないよね。なんか、まあ、今回白だったりとかさ、いつもはさ、水色？青か、青のさサンタなんだよね、いつもね。そうくんのうのうさん、ハートありがとう。そう、夏みかんさん、かわいい、ありがとうございます。お、あやカーニバル参戦だって。おお、やりましたね、あやカーニバル。お待ちしてます。 来てくれるのお待ちしておりますね。ポコポコさん、ありがとうございます。エジマンさん、かわいい。ユッポーさん、バラ、ありがとうございます。バンジャロモンスターさん、ルン。モラキンギンガさん、コバン、ありがとうございます。そう、今日は帽子をね、ベレー帽をかぶってるんですけど、なかなかね、私自分かぶることなくて、すごい、なんか自分めっちゃ強調してた。私自分かぶることなくて、あんまり、そう、かぶることなかったんですけど、ベレー帽をね、なんかベレー帽似合わないというか、ベレー帽あんま持ってなくて あんまり持ってなかったんですよ、ベレー帽。でもちょっと今日はたまたまちょっとつけてみようかしらと思って。感じです。中優さん、ハートありがとうございます。夜配信珍しい。そうなんです、夜配信あんまりできなくて、なんかね、できる時もあるのに、なんだろう、なんかできなくなっちゃうんですよ。なんか自分のやることをやってなかったりとかして、そう、できなくなっちゃうんですよ、いつも。あ、これ今日できるんじゃね？とか思っても、うわ違う、あれやんないとダメなんだみたいな とかが、なんかこうかぶさってて、ね、できないっていうことが、そう、最近はあったんですけど、今日はね、できました。 今日はね、そう、今日はブンブンブーン、今日はね、なんかお昼過ぎぐらいにちょっとお仕事があって、お仕事かな。うん、ちょっとしたことあってから帰ってきたんだけど、すごい時間がね、あったので。でもなんか5時から配信とか別にしてもよかったんだけど、5時から配信とかするとちょっとギルバドがあれかなと思って、ギルバドをドライブを終了させてから挑んでます。挑んでます、これに。なおなおさん、ハートありがとうございます。
学校のテストは、あ、そう、学校のテストはもう昨日のうちに終わってました。もう本当に学校の、学校テストも無理ですね。無理です、学校テスト無理です。12時間配信はできるのかな。本当にね、本当にそれなんだよ。12時間配信早くしたいのに全然できないっていうこの感じ。 Why? もうなんか決めたいよね、この日に。なんかね、どうなんだろう、この日にしたい。マネージャーさんに言ってみようかな。ちょっとやりたいです。そう、浴衣そう、淡路島から12時間配信。あ、それいいかもね。淡路帰る時あったら、年末とか帰れたらいいけどね。浴衣で12時間はちょっとね、きついから、それはちょっと無理ですけど、はい、なんか着崩れしちゃいそう。着崩れしちゃって「いやん!」ってなりそうじゃない。なっちゃいそうだから、ちょっとそれはあれですけど。いやいや、今日も可愛い、ありがとう。可愛いって言ってもらえて、私はそうハッピーですよ。着物でもないんですよね、浴衣なんだよね。そう、うん、モサハートありがとうございます。そう、まだ夏なんですよ。もうそう、私夏ここ夏アイランド夏恋しました。あ、見たくなってきた。おかざえるモンさんハートありがとうございます。大輔さん、うま、ありがとうございます。流しそうめん、あ、いいね、流しそうめんしたい。流しそうめん、もう流しそうめんなんて久しくしてませんからね。モサハートありがとう。サッタさんプレゼントください。嫌です。夏のフリー&イージーってまだ売れ、売れるかな。夏だから、やっちょ、夏だから、やっちょ、ウィアイージーてて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 て、だって全然踊れない。 A ブロとかをもう全然忘れてました、忘れてます、もうやばいです。トモさんかわいい、ありがとうございます。キージージーさんハートありがとう。ブレーボーミューちゃんかわいすぎ。はい、マッキーさん、キージージーさんハートありがとうございます。ともさん
うわすごい、かわいい、それ花束、バラの花束ですね、バラ束ですね、ありがとうございます。どこかの霊場みたいなです。いやそれは言い過ぎで、今年成人式、確かにね、あるかどうかわからんよね。どうするリモートでのなんか成人式とかも想像できんよね。もうわからん、もうわけわからんよね。だってさ、まあさ、この間ね、そうオンラインお話し会のさやつでさ、ツーショット会とかもあったんだけど、もうなんかもうさ、いやもうこっちはさ、どんな感じでやってくるんだろうって思ってるわけですよ。どういうオンラインツーショット会とはみたいな感じだったんだけど、そうなんかすごかったです。なんかなんかこう画面こう2つ出てきて、自分こっちで、そのあの人こっちでカシャーみたいな感じだったんですよ。なんかそれだったらなんかあれですよね、合成でできそう合成でできそうな感じで、だってこうやってさ、こうやってやったりとかするんですけどね、ここことこうご自身で撮った写真とこう合成させたらできますじゃないですか、みたいなそれ言っちゃダメか言っちゃダメだったね、ちょっとね、それない、なんかすごいな、なんかこう時代がねすごいなって思いました。やっぱ未来入ってきてるなって思いましたね。キジさん、だるまありがとうね。アクリル板挟んでなだったらなんかできそうだし、できそうだけどね。まあまあ、またね、でもね、あれだけね、最先端だなって思いました。髪サラサラで綺麗、嬉しい、ありがとう。そうなんです、最近ねサラサラなんですよ。まあ朝起きたてのあの髪はもうボサボサなんですけどね一回こうアイロンピューって通すだけでサラサラーってなるんです。不思議でしょ。ね、なんかそうそうそう、ワクチンできるらしいね、そろそろ。鬼滅は映画は見たの？まだ見てないんですよ。また早く行きたいんですけどね。ボサコさんは朝だけ限定、あ、そうです、朝だけですよ、朝限定のボサコなんでね。そう、まあ朝しか見れないよね、ボサコなんで。か、もう本当にマジのオフの時とかのリップはツヤツヤだね。なんかやっぱ最近乾燥がねすごいのでね。え、早い、やばいんだけど。加湿器がもうなんかすぐ消えちゃう。今日映画の日で安かったの。あっ安かったの今日、全然わからんかったんやけど。でも今日なんかちょっとあったしな、なんか微妙な時間に。キジジさん、小判ありがとうございます。そう、皆さんもね乾燥気をつけてね。買い物行くときメイクするの？しますね。まあ場所にもよるけどね。なんかまあ、薬局とかだったらさ、その別にそんなやらんけど、でもなんかちょっとお洋服屋さんとかになってくるとちょっと変わるかもしれないやっぱちょっとメイクしといた方がいいかなみたいな、なりますけどもね。
スタンドバイミーどれも見ないの。あ、見ないですね。え、なんかさ、この間さ、ハリーポッターやっとったじゃん。あれ見たかった。映画でハリーポッター見たい。なかなか見ることないよね。最近ピアト遊んだ。最近ピアトね、遊んでないかも。遊んではないけど、ご飯食べに行ったりとかはしてます。皆さんには別に言ってないですけど。あ、この間、昨日ご飯行ったよとか別に言ってないですけど、はい、密かに行ってますみたいな。不死鳥の騎士団、あ、この間不死鳥の騎士団見てたよ私。今不死鳥の騎士団まで見ました。USJ 行きたくなる。え、そうなんですよ。もう本当にめちゃめちゃ USJ に行きたくなっちゃうんですよ。まあ本当にハリーポッターとか見てたら、うわ行きたーってなるんですけど、でなってから、今日もちょっとあー行きたいってなってなってから、ミニオン見てました。そう、ミニオンを見て、でそれでミニオンでね、なんかハッピーが流れるんですよ、ミニオンの中で。そうだから、そのハッピーをずっと、ハッピーが流れた瞬間にはユニバーだって思いました。って感じです。行きたくなるなる。うささんハートありがとうございます。どのミニオンが好き？ あんまりミニオン詳しくないけど分からんけど、まあなんか、あ、でも人気そうなのはボブかな。スチュワートとボブとケビンしか知らないですけど。ミーミーがユニバーサルって言ったらやっぱり大阪ラバーだな。まあね。大阪ラバーだもんね、ユニバー。最終に間に合ったよ、レジちょい前に装置に着くよ、メール短すぎたかな、私もそっけないけど、新大阪駅まで迎えに来てくれたあなたを見たな、いつも履いてるスウェット、今日もうちへ直行か、わんぱく公園の太陽の塔を久々見たいな、明日さ、たまにはいいじゃん、そやなって行くの行かないの、なんだここへ来てたって、大阪弁は上手になれへんし、楽しそうにしてたって、あなた以外に連れはおれへんのよ、近そうでまだ遠い大阪。たくさんの方、ルンありがとうございます。ありがとう。ミミはペヤングの超超超超超超超焼きそばって食べれる、ペタマックスみたいなやつだよね、なんか。え、食べれる。私なら食べれますね、もう余裕でペロリンチョですね。うん、そんな超超超超忘れましたけど、全然余裕で食べれちゃうと思います。マッキーさんだるまありがとうございます。え、知ってるよ、カロリーね、なんか4000とか
やばーと思った。4000はやばい。私だってさ、成人の女性でさ1400とかじゃなかったっけ。成人女性多分ね。だからね、もうやばいよ4000はやばいと思ったけど、うん、まあでもね、多分食べれないと思うんだよね限界来ると思う。食べれると思うじゃん自分で。余裕だわとか思ってても多分食べれないんだよねあ、いいね、12時間配信の中で食べるのもいいね。そう、ペタマックスを食べるっていうのもありやね。無理しない方がまあ無理はねしないでね、はい。おえとか言いながら、あ、大丈夫です、もうおえとか言わないんで私もう密かにね、こう、あ、だん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 こう食べてったるうちにだんだん箸が止まってくるんですよ私、あ、やばい無理だみたいなもうガチトーンになってくるんだ私。あ、もうよいしょーと、僕余裕だわ本当にとか言ってガーッと食べてて、ちょ無理だってなってくるんで私の場合は多分いやこれ無理無理ってなります。回転寿司は8皿とかいや聞いて、あのね、この間まで10皿は行ったんですよ。10皿は余裕だったんですけど、なんかちょっと前に行った時に8皿だったんです、私食べれる量が。あれおかしいと思って、私もっと食べれるはずなのにって思ったんですよ。ちょっともう一回リベンジしますねもう一回リベンジしたいと思います。うん、いやおかしいおかしい、絶対違います。私8皿とかじゃないもん、そんな可愛い数字じゃない。あ、もっと可愛い数字4皿とかだろうけど、え、そんな普通の数字じゃないはずです。私もっと食べれるはず、私は10皿以上食べれるはずです。なんかたまにあるよね、なんかちょっとあれおかしいなみたいな、なんかちょっと今日不調だなみたいなね。ふっさん、バラの花束ありがとうございます。キジジさん、いいねありがとうございます。すき家のキング牛丼にチャレンジして吐きそうになった。あー、すき家キング牛丼食べたことないよ。おいしい、おいしいって言っても普通の牛丼か、牛丼の量多いバージョン。ピカチュウドーナツ食べてない、おいしいですかあれ。私バナナ、チョコバナナ好きですけどね、あの屋台とかによってチョコバナナは好きなんですけど、なんかいまいち。リーノの赤いピンヒールとプロフェッサーめっちゃ、嘘本当嬉しい、めっちゃめっちゃ、それはお色気感出てますか、あはんって感じ。でもね、私のね赤いピンヒールとプロフェッサーはね、もうねバックダンサーさんかっこいいんですよ、もう女性なのに。なんか本物は男性の方が4人ついてて踊ってるんですけど、こっちはあの女性の先生がついてて、そう、まあ、2人ついてて、2人でもうめちゃめちゃかっこよくないですか。本当に先生がかっこいいです、あれは。もうなんかすごいちゃんと男らしく踊ってくださってて、もうそれが本当に男らしい、もう男じゃないかって思うレベルにめっちゃかっこいいですよ。ミミュの手遅れコーション聞きたい。恥ずかしい私は別にそんな歌が上手いわけじゃないんだよね。チチンチチ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 チ
狭すぎる。美しい花になりショーウィンドウ飾られるなら咲かないで。牢獄警報を聞こえないふりして汚れていくのを見てるだけ。スノーヒルさん、フッさん、あーちょっと待って、れれれ、まことくんるん、ありがとうございます。ムッキーさん、ハートありがとう。ヘラツグさん、動くミラーボールありがとうございます。恋愛風船さん、ありがとう。僕恋まで、あ、そうなんですよ、僕恋公演がねあるんですけど、あと少しで僕恋始まってしまいます。やばーやっぱね、何の意味なの、え、わかんないこれはあのファンの人にいただいたんですよ、プレゼントでいただきました、この指輪ちゃんをいただきました、ありがとうございます。使わせていただいております。リアル公演見たい、まあ確かにね、やっぱりリアルで見てほしいっちゃ見てほしいですね、早くね生で見てもらいたいなっていう気持ちは本当にもう大いにあります。福岡の公演が、えー懐かしいツアーでしょ、めっちゃ懐かしいね懐かしい、千秋楽でやって、でもでまた新しくツアーが延長みたいになってさ、でやってて、でまた福岡がね千秋楽だったんだけど、でもその最後のあの千秋楽のやつで行けなくてみたいな、あーあーみたいな感じでうわーあったってダメになっちゃってね。懐かしいねツアーとか、もう北海道とか懐かしいもんマジで、なんかちょっと前、去年の今頃、ちょっと前かな、はもうだって北海道行ってましたからね、懐かしい。いや、そのこの時期だったんですよ。来年にはミンめたくしゅきたい、まあ、確かにね、来年したいね、雪で遊んでた、いやそうなんですよ雪で遊んでましたね、もうあのまなぶさんにあの投げてましたもうパッ投げてかけてましたね、はいそしたら私がはしゃぎすぎて、私がねポーンすってんころにしましてみたいなみんなが慌てて大丈夫って言われて、全然大丈夫ですとか言ってやってましたはい、おほのたんがファイナルに進出だって、おさすがです、ほのたさん、あとで LINE 送らないと、さすがですね、分かってましたけどね、そんな、さすが STU だわ、いえいえ、え、もうみんな発表されたの？まだ？
今順々に発表されてる感じ。あ、緊張じゃん、めっちゃ。まことくん、いいね、ありがとうございます。ほうたんがまず決まったってことね。おお。え、ここからまだあるんだっけ。そう、でもここからまだあるんだよね。そうだったよね。あ、そうだ、そう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 、ここからまだあるから、選ばれてからまた次があるもんね。あー、アリちゃん落ちちゃったの？でもすごいよ、あの方に入れたの。まだ来年もあるからまだ決まってないけど来年もあるとか言っちゃってますけど、大丈夫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 。いや、もう私もめっちゃ緊張してる今。なんかすごい緊張してる今なんでかな、すごい緊張しちゃって。そうね、そうそうそう、終わった後のライブに出れる。そうなんですよ。うん、そうそうそう、そこまで行ってるのがまずすごいからね。めちゃめちゃさ、今すごいなんか歌唱力について話してるの。ミミは来年新州ですかって。あ、いや多分、あ、待っててねじゃあ。いや、来年はまだ早いよ。シアさんハートありがとうございます。でもそれぐらいの心意気で頑張りますね。ねね、まあ、もちろん淡路島でね撮影しますよね。出たら3冊買います。ちょっと足りないじゃない。いや、ちょっと水着は恥ずかしいんでちょっと無理ですね。え、生クリームとか。やばい話になってきた、やばいやばい。花字の字って、あ、多分あれだよね、星になっちゃうから字なんだよね。ハロさんハートありがとうございます。葉っぱ1枚で。やばい、マジでやばいよ本当に。やば、でも葉っぱ1枚とかだったらもう上しか写せない。貝殻、あ、もうマーメイドになっちゃう。私リトルマーメイドになっちゃうかな。よく見て素敵ね、これでもっと完璧。お、イエーイ、ゆらちゃんが進出しましたよ。いや、もう皆さんのやつを聞いて私が言ってるけど、イエーイ、いけちゃん、さすが。もう分かってましたけどね。本当にさすがです、いけなちゃん。お、なあさんもさすがですね。もうグーグーグー、 STU 来てるよ。初めてじゃない STU から3人。嬉しくて泣いてる。あら、まだあるわよ。あなたまだありますよ。ちょっと頑張ろう。STU さすがやねん。ほんと。ふ
っと泣かないで、泣かないで、もう少し最後まで走り続けて、どんなに離れてても。なちゃんが泣かしてる、嘘やばいな、なさ聞いてて、さんいいね、ありがとうございます。歌うと思った？いやもうだってさ、もうそう来たらそう歌うしかないよね泣かないで行くしかないよもう来年はね、もう私ももう頑張りますあっくん、るん、ありがとうございます。何やってんだろう私今から決勝ですよ、頑張れ、俺頑張れ頑張れ、みんな頑張って。そうね、ちょっと壁が薄いけんね、うち壁が薄いんだ、だからたくさん音が聞こえる。私なんかね、あれつけてるから多分音聞こえるんだよね、すごい。あの窓につける用のエアコンをつけてるから、そうすごい聞こえるんですよ、外の音が。多分やばい、やばい、めっちゃ近い、おーうおあー、わかる、その気持ち。自分の家壁薄いので寒さが、え、もうわかる、めっちゃ寒いよね。ショルムの声も丸着声かもしれない。もうお母さんとかだと多分めっちゃ聞こえてるだろうね。え、まだこれぐらいの声だったら多分ね、あーって出したら多分聞こえる。今のとかだったら聞こえてる。まあ今お母さんいないんであれなんですけど、外とか聞こえない、あ、外はまだ聞こえないか。まあちょっと1階とかじゃないから聞こえないと思います。今10度、え、そう、でも最近ずっとヒーターつけてるので、もうすごいねあれなんですよ、あったかくなりましたヒーターだけで部屋あったかくなるんだと思いました。お風呂で歌ってるのは大丈夫、あー大丈夫じゃないかもしれない外に響いてるかもしれないだいぶでも大熱唱、うん、してますね。めちゃめちゃ熱唱します、私いつも。うん、何歌ってるかな。でもなんかソロ公演近くなったりとかするとコイントスとかすごい歌ってます。しかも私声量がすごいからさ、めちゃめちゃ出るんですよ、もうバーッ出るからもうそう大変大変って感じ。行くべきか行くべきか迷っていたってのもチャンス、成就する可能性どれくらいあるんだろう。エコーがいい感じに聞くんですよ、それがね。コイン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 決めてコインとす、あなたのその眼差しは心の動きを見通しね、ちゃんと言えるかなって待ってるようで、微笑みはどういうサイン。うん、キージージさん、ルン、ありがとうございます。
今めっちゃ鏡見てます。シースルー前髪も可愛い。嘘、そういい感じにシースルーになってきたよね。すごい伸ばしてるんですよここの髪を。頑張って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 伸ばしてるんですよ。頑張ってね、これぐらいの長さまで伸ばします。ここぐらいまでいけるよ。頑張ってます。アグネスちゃん、トヨタロさん、バラありがとうございます。いや姫カットはしません絶対に言わないから。でもね、なんか STU にいるうちはあんまりなんか 髪の毛をいじろうとはあんまり思わないけど、なんか前例があるからさ、前髪ちょっとお眉にしてみようかなとかはちょっとあんまりならないですけど、でも STU を卒業してからはなんかいろいろなことを試してみたいなって思います。髪の毛染めたりとかもうがバッサリ髪切ったりとかしてみたいなって、いろいろやってみたいことたくさんありますね。そうインナーカラー入れたりとかメッシュしてみたりとか、もうオンマヨにしちゃったりとか、あのアシンメトリーみたいな感じでもしてみたりとかさ、やってみたいですね。まあまだ先の話ですけどね、そんなのは。今やっちゃったらもうあのボコボコにやられますもう今やっちゃったらね本当に。あ、大眉とかならまだいいと思います。いやダメだけどね、うん、イメージ的に多分ダメなんだろうけど、そう大眉とかだったらダメだ。でもまそれくらいならまだ許せる。前髪とかだったらまだ許せるし、髪をちょっと切っちゃいましたとかでも、これぐらい切っちゃいましたとかでもまだ許せるけど、あのもう髪染めましたとか言ったらもうボロボロにボコボコにされますはい多分ボコボコですね。松前さん、バラありがとうございます。いやオンマイは本当にあの可愛くないので、あの私似合わないので。いやあ可愛い方もいるんですよ、似合う方とかもね、あのコウコちゃんとか全然とかだったら似合うんですけど、ちょっと私はもう全くもって似合わないので、本当にもうあのはいはいはいまことくん、ハートありがとうございます。うわすごい棒読みが聞こえてきますね。いやみゆみゆのお前ファン結構、いや大丈夫ですいや本当に無理です。そんなにね、あ似合うよとか言われても、私は似合わないですから。私が似合わないって言ってるんで私が似合わないって言ってるんだから静かにしてよピンク染めてみたいな。アグネスちゃんハートありがとうございます。ピンクとか染めたらもうなんか主張激しいよね。見て私のこと見てって言ってるでも多分すると思うね。前髪切って失敗したってエピソードが可愛い。あのねそれはもうね、あの私じゃなくてもみんな可愛いって言うよ。みんながやっても可愛いって言うでしょ。前髪切りすぎちゃったとか言われたら可愛いって言うでしょみんな。私以外でも。ダンサーさんとか、いや多い多い本当に。私も派手髪だったもん。派手髪にしてましたずっと。髪型が派手だったかな。
言わないですよ。あ、言いますよね。言いますよね。ほら撮ってんじゃん。エミの顔撮ってんじゃん。これ TikTok 見てる人だったらわかる。まことくん、かわいい、ありがとうございます。みゆちゃんショートだったことはないです。ずっと生涯、今までずっとロングです。こんばんは、仕事終わって今来れた、お疲れ様です。疲れ。最近の TikTok なんだろうな。あ、最近見るのあれかな、なんかマジそろそろかなみたいなやつ知ってるかな。領域展開みたいなやつ知らないそれぐらいなの、私のよく出てくるやつではそれとかですかね。子供の頃自分で切ってショートに、いやもうね、あのショートでもないからね、あのもう坊主でしたから私本当にあの髪の毛なかったんです、あの坊主だったんで、はい、坊主だったんですよ。うん、それ流れてこない、嘘流れてこないかな。うん、いや本当に本当に本当に本当です本当です。いや坊主だったんですよ、あの本当に髪の毛がないのに髪の毛を切ってたんで、もうわけのわからん行動をしてました、昔は。うん、もう本当に、あ、いくつだろうねあれ、本当にめっちゃ4歳とかじゃない、多分、多分ね幼稚園にも行ってない時だと思う、だから3歳とかかな、それぐらいです。もう本当にでも私記憶ないけど、でも自分で髪の毛切ってたっていう記憶だけはあるんですよ。なんかバケツ、ちっちゃいなんかおもちゃ用のバケツみたいなさ、ちっちゃいやつになんか髪の毛入れてたような気もするけどそれはちょっと違うかもしれないけど、そう、本当にその記憶はあるんですよ。そうなんですよ、髪の毛ね、もともと薄いんですよね、薄いからさ、別に量少ないわけではないんだけど薄いんですよ。その頃か、でもその頃はもう自分で聞いてました、はい、そうです、はいはいなんでだろうね、なんでそんなことしてたのかは全然分からんけど、あとなんかすごい黒歴史、黒歴史ではないけど、いやなんかあの自分で創作して歌うのが好きだったらしくてなんかわけわからん歌を歌ってました、自分で。あ、なんか本当に歌詞ないんだけど恥ずかしいな、あれは恥ずかしいですね、やめてきます。え、そうなんです、いや、ま、今でも変わってないですけど、なんか創作して自分でなんか適当に歌うの結構好きなんですけど、え、本当に意味のない歌詞、え、歌詞がね本当にないんですよ。え、本当に歌詞ある、歌詞、いやもう本当になかったんですよ。え、いや面白かったよあの頃はいや本当に何考えてたんだろうね私、いや本当によくわかんないんです、うん、普通に恐竜のモノマネとかしましたもん、ね、いやよくわかんないいやもうそれで言ったらね、お兄ちゃんがすごい才能があって、絵の才能がすごいんですよ、お兄ちゃんすごい絵が上手いんですけど、でなんかその頃からすごい上手で、なんか結構いろんなの描いたりとかしてて、それで恐竜描いてて、その時になんか恐竜描いてる隣で私が恐竜のモノマネをするっていう、なんかちょっとよくわかんないことしてましたね。
でも本当にお兄ちゃんの影響で私はずっと虫キングもしてたし恐竜キングもしてたし、もうなんか本当に男の子がやるようなことばっかりしてました。でもそれは本当に今でも変わらずで、あんまり女の子らしいやつとかはあんまりしてなかったですね。男の子っぽいゲームに結構興味が湧くことが多いですね。トリコとかカードゲームのトリコとかやってたし、ドラゴンボールもやってたし、あとこれ絶対共感する人いないかもしれないけど、オレカバトルっていうやつがあったんですけどそう、それとかもやってたりしたし、あとは携帯ゲームも全部お兄ちゃんと一緒のやつやってました。モンストとか、モンストはお父さんとお兄ちゃんがよくやってて、でそれで私が混ざって一緒にやるみたいなことをしてました。なんか謎に私引き運がいいらしくて、引き運が良かったんですよその時は。もう今はもうあれですけど、アイマスは、アイマスもでもお兄ちゃんの影響かもしれない。お兄ちゃんがやってて私もやろうみたいな感じでやったら、おおみたいな、楽しいって感じでした。あ、ラブ&ベリーはあれですけど違いますけどねラブ&ベリーもやってましたけど、私はお兄ちゃん別にですけどね。あ、アイカツ、アイカツはちょっとまあ私ですけど、アイ、ちょっとアイカツはお兄ちゃんじゃないですけどアイカツはもうね私の好みでやってましたけど、はい、だからお兄ちゃん大好きって言ってたのか。いやもう本当にそれは嫌ですいや本当に大丈夫ですラブ&ベリーのカードはめっちゃ持ってました。あ、お母さんがやってたんで、多分お母さんのカードを受け継いで私がやってたみたいな。でもなんかそんな記憶は全然ないですね。いや、お兄ちゃん、お兄ちゃんはラブ&ブリーやってないですけどお兄ちゃん多分その時はあれですよね、虫キングか恐竜キングどっちかでしたよ。前配信で遊戯王パック開けてたの笑った。私が開けてたっけ開けたねそう、遊戯王好きなんでね、遊戯王やってますよ。でもお兄ちゃんはデュエマやってます。そう、遊戯王のカード、カードのルールぐらい知ってるよ。俺のターン、ドロー。ブルーアイズホワイトドラゴン。そう、なんか、まあ、最近ね、そう遊戯王を一から見始めてるんですけど、なんか一から見てるとめっちゃおもろいなって思って、なんか生贄もなしにパッと。ブルーアイズホワイトドラゴンが出てくるのがすごいと思いました。ええってなったえ、マジと思った、最初見た時、あれえみたいな感じでした。びっくり。今はね、そうアドバンス紹介しないと出ないんですけど、会話は特別、あ、会話は特別か本当、シンクロ召喚してるよ。シンクロ召喚、レッドアイズブラック、レッドアイズ、レッドアイズ知ってますよ。レッドアイズ私デッキに入ってる。
私別にそんなにね、もうめちゃめちゃ詳しいわけではないよ、ルールとか。ブラックマジックそう、初代のやつ見てます。今デュエルモンスターズ見てます。いちいちなんか効果見ないと分かんない。そう、なんか分かんない、もう何出してんのか分かってないモンスターの名前すら忘れてるもんだって。そんな、でもね、なんかランバージ39、希望をホープは覚えてたんですよ。なんか希望をホープ夏って思ったもん。なんかなんで知ってんだろう。私多分お兄ちゃんともちょっとやってたんだろうね。なんか覚えてたんですよ、希望をホープは。あとはもうエレメンタルヒーローとか、エレメンタルヒーローは知ってましたね。大有名ですよ、エレメンタルヒーローなんて。ハロさん、だるまありがとう。よいしょ。そうですね、最近ね、そう、ヨアにちゃんと言ってるのみたいなことちょっと出てたので、ヨアにのやつなんか言おうかなと思いました、今ふと。そうだな、特にはないです。いや、私ね、言えないんですよ。何がいい？なんかある？ナレーション系を聞きたいか、なんかプラネタリウムみたいなやつを見たいか、聞きたいか、あの、あれなんていうの、なんて言っけ、あれ詩だっけ、これなんだっけ、あれなんか、あれこれ、あれあれマジ足りなくない？ちょっとしたセリフを聞きたいか、あ、朗読かな、あ、朗読か、あ、朗読だ。あれこれなんか、あれあれちょっと、あれあった、幸福の王子っていう、多分私もねあんまり読めないんですけど星の王子さん、ない、ごめんね、ないです。え、プラネタリウムちょっと難しいんだよね。私さあ、なんか言って終わりますね、私の配信は。じゃあトマトジュースのナレーションがいいナレーションにしとく。はずい言葉連呼して、じゃあはずい言葉連呼してくれますか、逆にじゃあ言葉を教えてくれますか。あ、それがいい、それにしとく。よし、これ言いにくいんだよな。え、これどこ、あ、違う、ここ、あ、これ裏表あるじゃん。はい、じゃあトマトジュースのね、あのナレーションします。うん、違う、こっちか、あれ？ん？合ってる。うん。読めるかな、私。はい。
トマトジュースから新事実。カゴメのトマチョジ、ワンモア言っていい？終わった。いきます。ちょっと読めないですよ。トマトジュースから新事実。カゴメのトマトジュースが機能性表示食品となりました。血中コレステロールが気になる方にぜひおすすめです。血中コレステロール値が気になる方が増えています。あなたは大丈夫ですか？コレステロールを指摘される方の割合は40代で急激に増え、男性は50代でピークに、女性は50代でさらに増加することが確認されています。そして今やコレステロールを指摘される方は3人に1人の時代になりました。コレステロールには善玉と悪玉があり、健康維持のためには善玉コレステロールを増やし、 LH 比を良好にすることが有効です。善玉コレステロールは悪玉コレステロールとは逆に、血中の余分なコレステロールを減らす働きがあるんです。そこでトマトジュースの新事実。リコピンは善玉コレステロールを増やすため、余分なコレステロールの回収率をアップさせることが分かりました。カゴメはトマトの赤い色素であるリコピンの研究成果を、もう一回言っていい？カゴメはトマトの赤い色素であるリコピンの研究成果を検証した結果、リコピンには血中の善玉コレステロールを増やす働きがあることを確認。全く新しいコレステロール対策が誕生しました。健康診断、人間ドックで LHD コレステロールを指摘された方、生活習慣が不規則で運動不足な方、こってりした料理が好きな方、皆様におすすめです。善玉コレステロールに効果のあるリコピンの力をぜひ実感してみてください。違った、ぜひ実感してくださいだった。はい、以上です。ナレーションです。これがもうね、本当にね、トマトジュース飲んでください。トマトジュース飲んでくださいね。本当飲みたくなりました。リコピンですよ、リコピン。実感してみてください。はい、ぜひぜひ実感してくださいね。トマト嫌いです。私もあんまりトマトジュースは好きくないですね。え、これなんだろう。あ、ウイロウリだった。これはは、い、私は野菜ジュースしか買わないので、はい。今日もジムに行ってきました。こんばんちゃん、お疲れ様です。行ってましたのね。あららら、私も早く行きたいジム。トマトジュースいいね。サンタさん、トマトジュースください。あ、え、トマトジュースなんかでいいんですか？あ、もう全然
差し上げますよ、トマトジュースなら。門脇さんのトマトジュースで大丈夫ですか。私のトマトジュースは血サラサラですよ。あ、血サラサラって言っちゃった。キャンクローさんハートありがとうございます。タマってドラゴンボール、ドラゴン、いや違う、7つ集めたらシェンロン、懐かしいな、ドラゴンボール。願いを一つ言えみたいな。ポルンガ懐かしい、ポルンガ、あ、デカめのドラゴンボールでしょ、ちょっとデカめのないものね。ポルンガあれでしょ、3個って、そういや違うっけ。すごいよねシェンロンってさ、このさ口の動きしかしないよね、さなんかちゃんと言葉喋ってみたいな、口の動きしかしないのに。福島太郎くん、クマ、すごいなって思ってました。面白くないのってね。やばい、ビルスも、お、ビルスも、キョンビース、ホント当たってるって、あ、本当に頑張れ、ホント「レボリューション」。フュージョンするなら誰としたい。誰だろうな、うん、そうやな、誰としたいやろ。会話、会話かな、ちょっと頭良さそう、頭いいから。まことくん、かわいい、ありがとうございます。ハロさん、ハートありがとう。そうなんですよ、もう声がかっこよいんでね、やばいっす、やばいです。え、うん、ブルーアイズ召喚したい、かっこよくない、だってブルーアイズ召喚できたらめっちゃかっこいいよ。てよ、ブルーアイズホワイトドラゴン、わーだよ、かっこいいじゃん。めっちゃいいじゃん、そんな、城之内くん、とりあえずね、いや私はね、レッドアイズよりねブルーアイズですわ。レッドアイズもかっこいいけどね、
インセクター剥がれインセクター剥がれ、いやそうなんですよ、いつもねリモステレビのナレーションフリーザさんがやってくれてるそれやってくださってるので、なんかすごいすごいなと思ってます、いつも。すごいフリーザが喋ってるって感じなんか自分の名前呼んでもらってるんですけどって感じ。ブラックマジシャンガールは男子の憧れ本当だそうなの面白い、それは可愛いもんね。はい、じゃあ私の配信はこれにて終わりたいと思います。皆さん配信見に来てくれてありがとうございました。あ、そうです、玉ねぎパパはベジータですよ、もう本当にベジータみたいでこんなになってるんで、本当にすごいんですよ、昔からベジータでね名が通ってるんで、はい、では13位ロゴボコさん、12位ミュータン大チョキ、なんだっけ、ありがとうアルタン、11位マッキーさん、10位アグネスちゃん、9位スノーヒルさん、8位マコトくん、7位がネギ、あ、合わせてね、たまネギでね、ありがとう抜くいふさん、5位トーノーさん、4位キジリさん、そして第3位がトモさん、ありがとうございます。第2位がユーポーさん、ありがとう。そして今日の第1位が朝もありがとうモーさんです、ありがとうございます。はい、今日もね配信見に来てくれてありがとうございました。また明日の朝配信でお会いしましょう。夜配信ね見に来てくれてありがとうございました。皆さんまた見に来てね。マイビーノーズ TikTok 撮影、あーはいはいまたちょっとサボり気味なんで、はい、頑張ります。待ってる方、待っててね。バイバーイ。